秋元司には、結局、22日に控訴棄却が申し渡されましたね。それでも否認し、補欠選挙に出るらしい。日刊スポーツ記事から。IR 汚職で元議員秋元司被告の控訴棄却、二審も実刑、20日に4月東京15区補選出馬意思表明。秋元被告は21日、判決前に自身のフェイスブックを更新。一審より、これは作られた事件であり、現金は手にしていないし、その場所にもいない客観的証拠も示してまいりました。どんな結果になろうとも、法治国家であり立法府の立場であった私は受け入れてまいりますが、この裁判を通じて、やはり司法制度の改革は必要と感じましたとした上で、次の補選ではしっかり訴えてまいりたいと思います。いい結果をご報告できることを祈ってますと記載。判決に関わらず、東京15区補選への立候補の意思を改めて示している。作られた事件って言うけど、500.com 元顧問の今野雅彦には、偽証を3000万渡すと持ちかけ、同じく元顧問の中里克典にも500万渡すと偽証を持ちかけてるのはおかしいわね。もし本当に作られた事件なら、なんで3000万だの500万だの渡して偽証してもらおうとしたんかね。これは、秋元被告が直接行動したんではなく、間にいろんな人を介在させてる。合計4名がいて、淡路と松村は、秋元から直接依頼されたと証言してる。この人たちも、偽証してるってこと？大金を払って偽証してもらおうとしたのがなぜか？偽証を直接依頼されたと証言する人が2人もいる。どう考えても、秋元の言うことが正しいとは思えんわね。それでもまだ控訴して15区補選には出馬するっていう。なんか、嘘も100回言えば本当になるっていう、どっかの国の言葉をそのまま言ってるみたいやね。話は変わりますが、4月1日から、全預金口座のマイナンバー紐付けが始まるよう。これは気をつけんとあかんみたい。清明さん。また、注意喚起。全預金口座のマイナンバー紐付けが始まります。4月以降、年金口座や自治体からの振込口座を紐付ける通知が届く。拒否を返信しないと自動的に紐付け。重要、デジ庁資料より。1口座を紐付けたら自動的に全口座紐付け開始。やっぱり、給付金支給のための紐付けではなかった。として、デジタル庁の画像が載ってます。要するに、その人の全口座に付番がされて、すべての口座を管理しやすいようにするってことらしい。ただし、これは強制ではない。4月以降、年金口座や自治体からの振込口座を紐付ける通知が届くけど、それに拒否を返信しないと、自動的に紐付けられる。そのあたりもいやらしいよね。返信せんと紐付けるなんてね。マリナちゃん。マイナンバーと銀行口座の紐付け法が4月1日から施行されます。しかし、国が個人情報と口座を結びつけ管理することは、憲法第13条の基本的人権の枠組みで保障されるプライバシー権の侵害です。そんなことが一連の裏金報道で隠されているのです。記事より。一応、プライバシーのこともあるから、同意が必要なんやね。週刊オンライン白馬社の記事のリンクが出てるけど、どうも週刊オンライン白馬社は、マグマグで600円の有料記事みたい。この X のリンクは、
マリナちゃんのノートのリンクが出ていて、150円で読めるらしい。また清明さん。ついに正体を見せた。給付金支給のためなら、全口座紐付ける必要ない。全口座紐付けで、預貯金残高の補足は簡単。すでに所得は完全補足し課税。次は預貯金を補足し、課税。低収入でも預貯金あれば負担増、給付減も簡単。これがマイナンバーの正体。とにかく、資産をガラス張りにして課税課税ってことみたいやね。ゆうこさん。マイナとログイン紐付けがいよいよ始まるみたいです。世界を見て、一度始めても結局廃止しているマイナンバーを、日本は今から本格始動すると言われる時点で、なんか変ですよね。ノーしないと自動的に処理みたいですね。イエスじゃない人は、きちんとノーしましょう。流されずにね。何しろ、他の国で失敗したことを、時間が経ってからなぜか真似て行うのが日本。移民政策でもそうやね。おつむがやばいの？おかしいことばっかりするね。ランさん。重要、政府郵送物は必ず即開封して紐付け拒否を書き込み即返信。でないと勝手に政府権限で紐付けされちまう。河野は非常にずるく、到着後の返信猶予期間がとても短く設定されている。なるほど。返信猶予期間を短くしてるんやね。全く姑息な手を使うんやね。河野。まあ、河野は手先で、やらせてるのはどっかやね。DS か？とにかく、返信猶予期間が短いらしいんで、4月以降の郵便物はすぐにチェックして、該当のものが来てたら即返信せんと、監視されてまうね。また、今年秋からはマイナ保険証になるとのことやけど。中央社会保障推進協議会。現行の健康保険証を残してください。マイナ保険証の利用率は、わずか 4% と低迷しています。政府の総点検後もトラブルが相次いでいます。保団連の調査では、昨年10月以降、マイナ保険証の資格確認ができず、医療費の窓口負担10割請求した事例は、403医療機関で753件も発生している。保険証は残すべきです。どうも、マイナ保険証に即座に切り替えんでも、資格確認書が交付されるらしい。東京新聞の記事から。Q&A、どうする？私の健康保険証、マイナ保険証と資格確認書、何が違うの？解除や再登録はできる？9. 2種類の保険証はどうすれば受け取れますか？ A. マイナ保険証はマイナカードを取得した上で登録を申請します。マイナ保険証を持たない人には申請不要で資格確認書が発行され、誰もが保険適用で医療を受けられる国民皆保険制度を維持します。9. 有効期限は A. マイナ保険証はマイナカードの発行から5年ごとの電子証明書の有効期限に合わせて更新しなければなりません。住民票がある市区町村の窓口で手続きをします。有効期限が切れていると、医療機関の窓口で保険証として使えないこともあります。資格確認書の期限は、最長5年に延長されました。更新時も申請は不要です。9. 個人情報流出への不安から、マイナ保険証の利用をためらう国民は少なくありません。一度登録した後に解除はできますか？
A、登録後も解除でき、代わりに資格確認書が交付されます。再登録もできます。9、資格確認書はいつまで発行されますか？ A、政府は当分の間としています。厚生労働省保健局は、マイナ保険証の普及状況にもよるとして、具体的な時期を明言していません。いつまで使えるかははっきりしません。9、政府は、マイナ保険証の導入で、より良い医療を受けられるようになるとアピールしています。A、マイナ保険証は、毎回の受診時に、窓口でカードリーダーへの提示が求められます。他の医療機関での診療や薬剤の情報などが蓄積され、患者も閲覧できることを利点に挙げていますが、個人情報の保護が大きな課題です。資格確認書の提示頻度は今後議論されますが、現行保険証は、慣例で月1回の確認としている医療機関が多く、同様の運用になる可能性もあります。実際医療機関では、かえって面倒という意見も出てますね。資格確認書であっても5年更新なんやね。なりすまし対策ではあるけど、面倒ではあるね。異邦人。市民の貧困を放置し、馬鹿げたマイナンバーカードのために2兆円超えもの公費を投入して、くだらないポイントをばらまき、闇雲に著名人を起用したテレビ CM を垂れ流し、さらにマイナ保険証のために887億円もの予算投入決定を強行し、そしてさらに無用なデザイン変更で浪費を目論む自民党政府。あぜ。河野大臣、ひいては自民党政府は、本邦のデジタル化が他国に遅れていると言い立て、マイナ保険証を正当化しているが、知っておかなければならないのは、個人番号カードと保険証を一体化しているのは、G7 で日本のみという事実。全くデジタル化は無関係。嘘で塗り固められたカードは不要。顔のことを言っちゃいけないけど、なんだか河野、人相悪いね。どこに忖度してるんかね。イージスアショアの配備停止したあたりから、おかしいなぁと思った。その頃から C 国と日本大使のつながりが話題になったけど、日本大使に関しても、法的処置を取るなどと言い出す始末。いくら抵抗しても、強制的にマイナ保険証にしてまうかもしれんけど、とにかく抵抗はせんとね。そして、自民党と公明を壊さんとね。そのためには、いろいろと完全ではないかもしれんけど、まずは、日本保守党のあかりちゃんに当選してもらいたいね。ウクラのこととか、百田さんや有本ばあさんの言うことは、納得はいかんこともあるけど、他に出てる人たちが、有罪判決の秋元に、C 国社長のクリニックで働いてた、参政党の吉川、C 国とズブズブ日本維新の会の金沢、もしかして緑のおばあさんか、その一味の出馬の可能性、あかりちゃん以外、C 国と深いつながりのあると思われる人ばっかり。とにかく、自民、公明路線を変えることが必要やと思うわ。東京15区の補選が大事やね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。